小泉京子58歳の近衛にネット騒然。全然違った。 NHK 朝一の公式インスタグラムで小泉京子さんが登場し、司会の鈴木直子アナウンサーが緊張しながらも感激のコメントを投稿しました。木村カエラさんもゲスト出演し、視聴者からは小泉さんの若々しさに驚きの声が寄せられました。みんなの反応。年相応のシワが自然で素敵だと思った。若さを煽る風潮はやめてほしい。アップデートした女優さんは不自然で、画面越しでも違和感があるから、実際に見たらもっとそう感じるだろう。キョンキョンが NHK の老いに関する番組に出ていて、堂々とした姿に感動しました。55歳になって老いが嫌で引きこもっていたけど、彼女のおかげで久しぶりにショッピングに出かけられました。今のキョンキョンが素敵です。小泉京子さんが出演する番組には、普段来ないテレビ局のお偉いさんが集まるんだって。みんな若い頃のファンだから一目見たくて来るらしいよ。自然な感じで年を重ねていて素敵だなと思いました。最近は若く見えることが良いとされがちですが、年相応の美や健康を大事にする考え方が自分の価値観に合っていると感じました。小泉京子さんの歌も好きだけど、俳優としての彼女が特に好き。ドラマや映画での存在感が素晴らしいし、自然に年を重ねた顔が素敵。芸能人にとってそれは覚悟と勇気がいることだと思う。キョンキョンの自然な目尻のシワが身近に感じられて可愛いよね。私も朝一見入っちゃった。キョンキョンの小ガラスに抱かれてが好きで、ゆりさんのトリビュートアルバムを買いました。団地の2人も自然体で素敵なドラマです。小泉京子は人懐っこくて誰からも慕われる性格。ドラマアマちゃんで共演したノーネンレナを可愛がり、ノーネンも小泉を母親のように慕っている。水木有沙も20年以上妹のように可愛がっており、親友の一人。1980年代と1990年代を代表する最高のアイドルで、日本を代表する美人。キョンキョン、自然な年の取り方で好感持てました。表情がはつらつで清潔感じあり、首にシワがないのもすごいです。キョンキョンの自然な美しさと心の美しさをは正木あゆみやみーにも教えたい。最近同年代のしっかりした年の取り方に興味が出てきた。団地の2人の世界観が好きで、特にキョンキョンのダボっとしたパンツファッションが体型を隠せていいな。テレビで見た小泉さんはそのままで、発言も凛として芯がある方だと思う。キョンキョンと同じ年で誕生日も1日違い、高校生から大好きでモノマネしてました。まっすぐな生き方見習いたいけど難しい。笑顔が大好きで、ずっと自然体でいてほしいです。聖子さんや明菜さんは本当に素晴らしかったよね。歌も上手だったし、小泉さんも芸能界でファンが多いって聞いたことあるよ。離婚してから独立して自分らしくなったけど、不倫会見とかで残念な感じになっちゃったね。豊原さんもダメージ大きかったし、不倫はやっぱり良くないよね。歌も上手で声もよく、笑顔が自然で好感が持てました。小林さとみさんとキョンキョンは年齢が近いのに、小林さんが若く見えて驚いた。キョンキョンは自然な年の重ね方をしてる感じ。キョンキョンのファンです。デビューから見てますが、どんどん進化してますね。これからも応援します。ドラマに出てほしいな。小泉京子と同学年の親父だけど、彼女は根っからの芸能人だと思う。松田聖子と同じくらいすごい。なんてったってアイドルは彼女にしか歌えない。ファンじゃないからキョンキョンとは呼ばないけどね。若い頃に全身ショットの写真集を出しておけばよかったと思う。宮沢りえちゃんは今でも好感度高いし、彼女に乾杯だね。小林さとみさんもキョンキョンも還暦近いけど、素敵に年齢重ねてて羨ましいです。同じ年だからシワや髪質は普通だけど、芸能人だから若々しくて綺麗だと思うよ。ドラマ団地の2人の見たままがちょうど良くて、スタイルとか年相応とか関係ない。前より綺麗で雰囲気も良かったです。彼氏と別れたのかな。いろんな恋愛を経て美しくなったのでしょうか。不倫でがっかりしたけど、またファンに戻りました。ライブも行きたいです。おしゃれで可愛くかっこいいお手本ですね。キョンかける2の生き方や考え方に感動したよ。心と体が仲良くなったって言葉も素敵で、彼は間違いなくイケメンだね。58歳でナチュラルで可愛いのがすごい。美しい人はシワも美しいし、何もしないのが美の秘訣だよ。全く変わらない。58歳でこんなに可愛いなんて。小顔で肌も綺麗だし、すごいね。ありのままの自分と向き合う人は輝いて見えるよね。木村カエラさんが松島さんに見えて記事を確認し直したよ。
芸能人も調子の波があるよね。この写真すごく可愛い。見た目も内面も素敵で、昔のアイドルとは思えないほど驚いたよ。みんなの反応としては、小泉京子さんの自然な年の重ね方に好感を持つ声が多いです。少数意見としては、不倫問題に対する批判も見られました。当チャンネルの意見として、小泉京子さんの自然な美しさと年相応の魅力が多くの視聴者に感動を与えていることを評価します。彼女の堂々とした姿勢は多くの人々に勇気と希望を与えていると感じます。